久保さん、今回交渉の手札にしましょうか交渉の手札、まあ、今回ね一つね手札を持ってるんですけどまあ僕はあの別にそのお金が困ってるわけでもないですしえっ、ー、とその25年ルールも知ってるしあと3年ぐらいになるとまあねこの R34 がそのアメリカに結構自由な感じで輸出できるとそれも知ってるし NSX がその 25年ルール解禁された時に値段が一気に上がったことも知ってるしだから3年後売ってもいいですよみたいな <laughs> 別に3年待ってもいいっていうね <laughs> っていうその札が僕は使えるんですよねでその札を使った時にどう業者を作るかですよねじゃあ他の人から仕入れますじゃあそうしてくださいなる,なるだろうしだからそれはまあもちろん僕の弱いところがあるとするならばやっぱ走行距離なんですよ だからその走行距離23万キロ走ってるんで、やっぱその日本人が被ってなったらやっぱ走行距離気にする人がやっぱ多いっちゃ多いんですよね。ただ、実際僕の事例のまた手札として、実際に僕は直売りで言われたんですよね。コンコンコンみたいな。すいません、この車売ってくれませんかみたいな。当時20万キロ走ってる時だったんですけど、いや、すいません、これ20万走ってますけど大丈夫ですかみたいな。いや、走行距離関係ないです、売ってくれみたいな。<laughs> っていう実際に僕リアルで体験してるんでそれ。 だからまあ一部の人は別に走行距離関係なく、まあ、欲しいっていう人は絶対いるっていうのは僕は体験してるのでまあその一般的にその中古屋さんが扱った時にはやっぱ走行距離はやっぱあるだろうなと、うん、ただその個人で僕が売買した時のリスクですよね いやこ僕は別にその自動車整備屋さんでもないのでなんかその売ってお金もらった後じゃあその車にトラブルがあったってなった場合僕の方でフォローできないのでだからまあヤフオクでねノン,リノンクレームノンリターンでお願いしますみたいなねだけどその価格が何千万になってくると <laughs> まあそうもいかないかなっていうところもあるのでまあまあまあこれはさじ加減見てねまあそのいい塩梅で僕はうんうん自分が あの納得する金額を提示していただけるんだったら売ろうかなと思いますね。そのまあ中,古業中古屋さんもあの利益取らないといけない、まあ、ビジネスやってるんで、僕もビジネスやってるんで、お互いに僕もその中古屋さんの気持ちわかるし、うん、ただね、交渉の手札は結構あるので、まあ、やりやすいかなっていうところですね、うんそうあ。3年待ってもいいっすみたいなね。<laughs> そうあの25年ルール解禁したあと。 また上がった後ちょっと考えます。い <laughs> ってらっしゃい。